管理者の NHK です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は14時を予定しています。ご協力お願いします。まず知事からの発表がありますのでお願いします。はい、本日1件、発表項目がございます。どこでもオフィス江田島の実施についてでございます。広島県では10月1日火曜日から5日土曜日までの5日間江田島市におきまして、都市部で働く IT 人材などを対象にお試しオフィスを活用したリモートワークの体験ツアー、どこでもオフィス in 江田島を実施いたします。現在県では中山間地域における新しいワークスタイルの定着に向けて、県と6つの市町で連携をいたしまして、お試しオフィスを活用したサテライトオフィスの誘致を昨年度から進めております。昨年度6市町を訪問された首都圏等の企業の皆様からは、出会った方から地域を良くしたいという熱意が伝わったであるとか、地域のことがよく分かり、そこで働くイメージが具体的に湧いた、あるいは短時間でも良いので本社とのテレビ会議などが試してみたかったなどのご意見をいただいているところであります。こうした意見などを踏まえまして、今回のツアーでは江田島市内のワーキングスペースでのリモートワークを体験していただくだけでなく、地域との交流を深めていただくために地域の方々との交流の場を設けまして、さまざまな体験と出会いを通じて地域で仕事をしながらつながりを作るという新たな働き方を実践していただく内容となっております。今回リモートワークが可能な IT 人材を中心に10名程度の参加者を予定しておりましたが、実はすでに定員の倍以上の方にお越しいただいておりまして、注目の高さが伺えるところであります。メディアの皆様にはぜひこの非常に企業の注目の高い状況ですので、この広島を舞台に IT を活用して行われる地域で仕事をしながらつながりを作るという新たな働き方についてぜひご指導いただければと思います。なお江田島市では今回のツアーに限らずリモートワーク体験などを随時受け付けておりまして、さらには配布のリーフレットに記載の他のご市町においても10月以降順次体験ツアー等を行いますので、詳細が決まりましたら別途お知らせをさせていただきたいと思います。県では引き続き広島中山間地域の魅力を生かした新しいワークスタイルの定着により一層取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。はい、内容ですね。続いて幹事社質問に入ります。ローマ法王の訪日日程がこのほど明らかになりました。被爆地である広島も訪れることになりますが、まず知事としての受け止めを伺います。また今回の訪問について知事としてどのような期待をしているか合わせてお伺いします。はい、改めてでありますけれども、ローマ法王が被爆地広島を訪問されるということになりまして、大変喜ばしく思っております。県民を代表いたしまして心から歓迎を表したいと思います。これまで一昨年にはですね、サンペドリ広場での一般意見で直接理事とともにお目にかからせていただきまして、その後もさまざまな機会を通じてたびたび保護の広島訪問の要請をさせていただいてまいりました。こうした広島の思いが通じたものと考えております。ローマ法王に共感と尊敬の念を抱く人というのは宗教や宗派を問わず世界中に今いらっしゃると認識をしておりまして、ぜひここ広島から世界に向けて核兵器のない平和な世界の実現に向けた力強いメッセージを発信をしていただいて、核兵器廃絶に対する国際的な機運を大きく高めて世界中の人々にその実現への希望を与えていただきたいと思っております。核軍縮の機運
自体ですね、現状を後退しているとすら考えられ感じられるような、昨今の国際情勢ですけれども、こういった中で法に被爆地広島から力強い平和のメッセージを発信していただくということは、世界に大きなインパクトを与えることになるのではないかと思っております。核兵器のない平和な国際社会の実現に向けた新たな歩みにつながっていくと期待をしているところでございます。はい、この件について質問がある者はお願いします。読売新聞の木村です。正式発表から少し時間が経ちましたけれども、広島における具体的な日程や内容等は少し具体化したでしょうか。それはですね、まだ調整中というところで大きな変化はありません。他に質問がある者はお願いします。本日午前上院委員会が開かれまして、総務委員会の方で土地信託事業の売却について正確な数字が公になりました。債務負担行為が約73億、不動産評価額が40億を少し超えていたということで、評価額を超す売却を見込めるという説明がありましたが、不動産の評価額で売却された場合はですね、負債額、借り入れ金との差額30億円以上、これはもう公金で負担されるということですかという方針と伺ってますが、そういう方針ということで間違いないですか。公金でというかですね、これは最終的に、今予算の中でですね、処理をしていく必要があるというふうに考えています。この有結果に終わったことについて、当初の計画が甘かったのではないかという見方もあると思うんですが、知事のお考えを聞かせてください。そうですね、これいくつか要因があると思うんですけども、もちろんその不動産の運用というですね、これはある意味で収益を目指したこの事業でありまして、でこれ自体、収益を目指すという目的がですね、政策的に、どうだったのかということと、これは収益が出ても出なくてもですね、そういう課題があったかと思いますけれども、そういう中で、まさに不慣れな我々が知識を持たない事業で、まさにそういうことを進めたということがですね、一つあると思います。それからもう一つはですね、その時には、必ずしも明らかではなくて、後々にいろんな信託事業の裁判の中で、明確化してきたことですけれども、そういうその収支が大事になったところでですね、信託側は責任を負わないというですね、判例が出てまして、そういったことが当初想定をされていなかったというようなことですね。そういったいくつかの要因が合わさって、困っているのかなというふうに認識をしております。事業は失敗だったとお考えですか。事業自体は収益を目的にしたところで、再開発という側面もあったかもしれませんけれども、収益を目的としたというところで、その収益が確保に、できてないわけですから、これは成功したとおりだと思っています。失敗だったということでよろしいですか。成功したとは言い難いというところですね。もう予算に債務負担行為を計上されたということで、売却益で補填があったとしても、いくばくかは県民の皆様の税金で穴埋めすることになると思いますが、そのことに関して納税者の方にメッセージがというか、お言葉があればお願いします。そうですね、非常に遺憾なことだと思います。